小読みよ小読み。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日の小読み言うていこか。彼岸、祖先の御霊を供養する期間やね。暑さ寒さも彼岸まで言うて言われとってな。これを過ぎたら気候が温和になっていく言うて言われとるよ。六曜は友引き、友を引くから行事は避ける。朝夕は吉、お昼間は今日。今日の絵とは日の絵ね。日の絵が今日の日ね。ネズミが今日の水よ。さかいに本葉五行の流れは日は水に消されるいうことで、造国、物事が順調にいかへん言うけよ。まあこんな感じやけんども、ざっくり暦の注釈見てどう過ごすかはあんたさん次第よ。ゆるゆるとえひになるとええね。ほなまたね。